前回ロケットランチャーを使って、レイド行ったんですけど、思ってたよりもその拠点に資材が入ってなくてですね、まあ、今はですね常勤欲しいなっていう感じなんですよね。めっちゃ喋ってる。拠点をね1日維持するだけでも常勤50ぐらい使うかな。で、まあ、常勤確保のために定期的に施設を回らないといけないんですよね。ということで、まず最初にですね、緑のキーカードと青のキーカード持って空港行きたいと思います。空港のモニュメントパズル回って、まあ、得た部品から、常勤40くらいは手に入ると思うんだよな。え？人が寝てる。風化して地面に下ろされたか。まあ、何も持ってないだろうけど。なるほど。さあ、空港見えてきました。なんか木が生い茂ってるからな、どこで敵に絡まれるか。ということで回っていきましょうか。箱湧いててくれ。え、湧いてない。取られた後か。一応すべてのかまぼこ見ていこうと思うんだけど。あ、湧いてる。時間差。一個だけだね。ここ湧いてない。四つの監視塔も行きたいんだけどな。で、AI の音するんで、モニュメントパズルは回られてないっす。4つ回ろうと思ったらちょっと時間かかっちゃうんでやめとく。湧いてないね。あ、奉行クス。おー、常勤出た。セミビも。常勤目当てできてて常勤引き当てるってなかなか珍しいぞ。湧いてない。ここは湧いてんの？どういう漁り方してんだね。ユーズ入れて、起動、重って、ここから銃声鳴らすからな。まあ、敵寄ってくるか、来ないとは思うけど。地下に入っていって、キーカード、通す。箱ない。ドラム缶は叩かん。出てこい。フューズ入れて青のキーカードを通す。気持ちいい。常勤出てくれ。ラスト。微妙。なんだこの微妙さ。前哨基地目指しましょう。まあ、ここまで離れれば漁夫に駆られることはないだろう。いや、分解してもな、常勤50いかなさそうっすね。思ったより武器ボックスが湧いてなかったな。まだ喋ってんだけど、こいつら。なんか近づいてきた。なんかめっちゃ笑ってる。愉快やな。分解終わりました。常勤37。常勤武器ボックスから出てなかったらと思うとやばいね。施設行った意味ないってなるわ。よし、無事帰宅。自分の拠点の目の前にある、あの 1×2 の拠点。ちょっと前に火炎放射でレイドしたんですよね。その時に工具棚触ったんですけど、この拠点を埋めることはせずに放っておいたところ、板金の扉また付けられてました。で、敵がね、その際工具棚の建築権限をリセットしなかったんですよね。まあ、なのでね、今自分はこの拠点の建築権限がある状態です。中身はね、美味しくないかもしれないんだけど、一応まあ72時間、風化止まってることになってるし、どうだろうな、少しだけ資材が入ってるかもしれないんで、あの拠点をね、安全にリードしようかなと思います。なんか坂道でね、建築しづらそうではあったんだけど、なんとか強引に拠点建てられないかな。
こは無理だもんな。こんな感じ。この拠点ごときのために。完全に囲っちゃう。資材足りんかな。扉もつける。こんだけ石強化してもまだ72時間風化止めできてるね。でね、拠点に梱包爆薬が7枚あるんですよね。今こんだけ安全にレイドできるんで、まあ、この際梱包爆薬を使っちゃおうかなと思います。梱包爆薬7枚と、炸裂40発持ちました。とりあえずさっきの建築でね、白石3000ほど使ったんで、それ以上は入っててほしいけどね。ということで、超安全な状態で梱包爆薬を貼っ付けたいと思います。では、掘り申す。多分扉は2枚。いた!やばい!食らうんだ。さっきセーフゾーンで雑談してた人たちも来そうだな。よふって来そう。まあでも安全に扉ついてるから。長えな。不発か。1枚だけ反抗期なんだけど。よしだよな。もう1枚あるね。では梱包3枚つけたいと思います。レモンス。おわ、最悪。え、今壊れたんだ。まあでもね、どこも扉壊れてないからね、今日不利に来ようとした人はびっくりするだろうな。ラスト、リモース。よし。で、炸裂で。あ、寝てる。え、骨のナイフだけ。ダンスは美味しいのかどうか。お、結構入ってんじゃん。うまいうまいうまい。頑張ったんだこの人。え、 MP5、 え、 AK、 うまい。あ、漁夫来た。まあ、前哨基地からね、だいぶ近いんで、漁夫は来るね。一つやべえことがあって、タンス置けないっていう。一回死んで拠点から撃とうかな。屋上から見てみよう。いるね。危な。MP5 撃ってきた。やられてる。え、なんか戦争始まったぞ。全員死んだ。これだ。同じチームか。もう一人のやつの死体が分かんねえ。一回持って帰ろう。戦争を招いたぞ。とりあえずタンスを置きに行こうかな。うわ、負けた。逃げられたかな、もう。ん?戦い起こってる。山の奥の方で戦い起こってるの。
その間に運搬しちゃうか。よし、無事帰宅。あの1か2の拠点がこんなにうまいなんて。2人組倒してしまったからな。拠点目つけられましたね。まあ抜きに来ないとは思うけど。フレア投げたろうかな。ある程度回収できました、ね。なんか戦争っぽくなったの面白かったな。結局片方から奪った装備と MP5 はあの宇宙服の人に取られちゃったんですけどね。まあそれでもだいぶプラスだわ。よし、無事帰宅。ということで、今回 1×2 のだいぶ前に抜いた拠点を再度リードしたっていう形だったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。まあ武器とか資材も手に入ったし、漁夫に来た人を倒して、まあ装備もねゲットできたんで、まあ結果的にものすごく美味しいレイドになりました。まああの二人組な来ないとは思うんですけど、この拠点のね2階部一番外側がねまだ石強化なんで、まあ今回手に入れた資材使って金属強化にしておきたいと思います。あとね、抜いた拠点からカメラもゲットしたんで、まあタレットも1台追加しておこうかな。でサバイバルだいぶ順調に進んでますね。